え、だってさ、さっきまでロゴ配信やってたよね。何故こうなってる。今日はなんかさ、久しぶりの配信だったからちょっといろいろ話すことが溜まってたはずだったのに、大丈夫かにゃ。あー、ロモバのあれで携帯、あー幽霊いる、あー怖いよー。多分私取り憑かれてんだわ、取り憑かれてるんだわ。だってなんかやばいよね、怖い。サンタさんなんです。治った。怖すぎ。うん、怖い。え、なんかね、聞いたら厄年なんだって、私。04世代は今厄年なんだって。で、多分私04の世代の役を全部背負ってるんだと思う。だってあまりにも運がなさすぎる。だってね、誠さんありがとう。せっかくのサンタなのにもう何も見えないじゃないね。幽霊さんありがとう。役払いしないんだよね。ちょっと役払いした方がいいかも。翻訳、今翻訳。刃押し田チャンネル見てきました。ありがとう。刃押し田チャンネルは私がやってはないんですけど。え？うわっ、ねえ、なんかデジャブ。私今これ夢で見た。怖っ。魔法、魔法かけてー。なんか今のこのコメント夢で見た。怖い怖い。ゼロ四世代、ええー。響いちゃったなんか。ええー。今寝てる。明晰夢、それそれそれ。なんかよく見るんだよね、明晰夢。大丈夫ですかね。え、でもさ、 Wi-Fi 繋いでるよ。もうスマホの買い替え時ってこと？でもまだ3年しか使ってないよ。わ、でもローモバかな。なんでもローモバのせいにしちゃう。え、2年で買い時なの？早いよ。ソフトバンクさんに転生しようかな。熱持ってないよ。怖いね。3年古いの？嘘。前 iPhone10 使ってたけど5年使ったよ。5年。うん、確かにロモバがちょっとメモリ使っちゃってるかも。結構6ギガぐらい使っちゃったかも。幽霊どこにいるの？多分ここら辺にいると思う。でもなんか最近やばいんだよね。あったよ、くトートバッグを持つんですけど、トートバッグを持つんだけど、こうトートバッグをね、え、何？怖っ。長くない？何これ、いつものアラームじゃないよね。怖っ。これいつものアラームじゃないよ。だってアラームさっき鳴ってたもん。次元爆弾なのかな。怖すぎ。今日ずっと不安なんだけど、笑顔になれない。お化けだな。なんかいるんだよね。そうだから
トートバッグをここに持ってると、なんかここら辺をなんかが張ってるの、怖いの。なんかこうさって、なんかここら辺をこうさってさってなんか行く気配が結構いるの、何回も。もう怖いよ。多分ね、いると思う。ついてるはず。なんかいつもこっちこっちにいるんだよね。ぐへ。ああ怖いな怖いな。でもいつもニコニコしてるよ。いつも幽霊じゃない。いつも笑顔なのに。何故？ああ。家電はね、ドライヤー新しく買い替えてよ。わっわっわっ。幽霊のせいで変なテンションになってる。あ、ちょっと戻ったんじゃない？スマホの調子。あ、いけ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 、頑張れ頑張れ。はあ、頑張れ頑張れ。楽しい話しよう。楽しい話。エアコンまだ無事だよ。長く頑張ってね。セーラームーンって本当に可愛かった。にゃー、セーラームーンなりたいね。たくさんグッズ買っちゃったよ。いっぱい見て。見てルナ、あ、アイヌクライルさん、ありがとうね。見てルナちゃん、可愛くない？月に変わって、おしゃきゃん、月に変わって、おしゃきゃん、可愛いよね。めっちゃ可愛いよね。で、猫耳ついてるので、友達からもらったなんかこのうさぎのストラップをつけて、幸運祈願。かわいいよね、めっちゃかわいい。まあ、おそろだ。かわいい。これを T シャツはね、セーラージュピターとセーラームーン買ったよ。かわいいの。あ、違う、マーズかな。あれ、どっち買ったんだっけ。ポケモンのブランケットはね、今持ってない。かわいい、もう本当にかわいかった。なんか一生痛いよてぐらい可愛かったよ。鈴なる、あ、こうたさんありがとう。でもなんだっけな、セアミュージアム住みたい。そう、緑がジュピタ。さあ、わかさん、ありがとう。そんなローモバで頑張ってくれてたのに、ありがとうございます。ありがとう、サバカンさん。え、ねえ、ちょっとさ、この前時間配分をミスって言えなかったんですけど、全然ショールームとか言っていいので、全然大丈夫ですよ。言ってくださいね。私も言ってるからね、他のメンバーの勝負でいないとなんかね、ふわにゃんってなっちゃうから。で、あー、かわいい、見て、ルナ、ルナちゃん、かわいくない？ひげついてる。
フェ行けなかったの。泣いちゃう。カフェ行けなかったから代わりに焼肉屋さんに行ったよ。あ、グッズありがとう。焼肉好きなタン、牛タンが好き。代わりに焼肉スイッチ入れるのにちょうどいいんだよね。でもね、これを持っていつもこう、いつもこうやってあのお話し会に持ってってやってる。牛タン美味しい。花江さんありがとう。うわタン食べたい。セーラームーンね、友達が好きで一緒に見てたらハマっちゃった。一人焼き、うんうん、あれだよ、ゆうかちゃんとあいちゃんとですよ。でも中身は空っぽ、メイクできないから。あっ、まあ大丈夫だった。ごめんなさい、ちょっとイヤホンしてる人ちょっとやばかったかも今の。大丈夫かな。牛タンにレモンかけると美味しい。ねえ、お米食べないと焼肉できない。はい、私シード仮面バラ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 大丈夫、大丈夫だったかな。うわあ、焼肉お米ないと。有線イヤホンの購入はまだまだできなさそうです。ちょっとやばいです。有線イヤホンってさ、イヤホンって地味に高いよね。検討はしてる、検討はしてるんだけどちょっと高いよね。なんかワイヤレスイヤホンを持ってらっしゃるので有線ね。プランさんありがとう。確かにセーラームグッズ代で買えたんだよな。メッキさんありがとうね。かわいい。ああ今気づいた、クリスマス仕様になってるんだ、バッグが。かわいい、だからサンタさんなんだ、タワーも。うわーかわいい、おそろい。ショールーム久々すぎて全然覚えてない。なのなのちゃんだ、ありがとうね。なのなのちゃんロボバ頑張ってくれてたんだけど、これの前やと。次。かわいい、お揃いだ。このツイート。このツイート、お揃い。お揃い。なんか最近、こう、口を動かさなくても喋れるようになりました。喋れてない、全然。なんかないね。ちょっとできてない？ちょっとできてるよね。やっほー。でもなんか矯正始めたらできるようになった。皆さんこんにちは、ユニコールジョイの推しのみつきです。ちょっと下手くそです。ちょっと下手っぴじゃない、なんかね、微妙。待って、スマホいい感じなんだけど、ちょっと頑張ってね。もうね、歯全然痛くない。あ、ゆうかちゃんもできるんだ。下唇が上がる。下唇、大石大好きです。うん、ギョあ、ちょっとむずい、ギョむずいな。目でさ、唇閉じなきゃいけないじゃん。ギョメン、できない。みずきゃさん、そうだ、みずきゃさんが一番ロボまで頑張ってたのに。ありがとう、そんな取っといてくれたのかな。ありがとう、みずきゃさん。にゃんにゃん、なんか何パワーだっけ、7億パワー言ってなかった？ピズニャンさん7億パワーだよね。
7、あやややややや、あれあれあれ、ありがとう、大切にしますこのルームを。今日はもうこのままこのルームをこう持って帰っちゃうたい、たい、ありがとうフィズニャンさん、嬉しいですよハートって帰ろっと、よい子らしった。あ、もうこのルームが、はい、今日から私のお城です。今レベル3ぐらいですかね、1ですかね、ちょっとわからないですけど、レベル1からスタートしたいと思います今日から。まずは研究アカデミーを作らないと。まずはアカデミーを作って、アカデミーを作って、あれのに燃やされちゃう。あ、でも最近はファンの方に燃やされちゃうので、アカデミーを燃やしてじゃなくてレベルアップさせてから、兵士の訓練所もレベルアップさせないと。5分スピードアップが欲しいところですね。楽しかったロボは。でもなんだろうか、終わった瞬間に虚無の時間がなかった。確かに燃え尽きて、はいってなってた。今日もレゴ。あ、キーボードさんありがとう。追い上げ本当に頑張った。多分うるさかったよね、ヘルプ。アカデミーの人がいる。だって追い上げさ、今日で1日で100万増やしたよ。すごくない？なんかなんとかの場めっちゃ乱用した。そう、今日からポケモンに転換、最初から。本当だよね。でもね、なんか何でもかんでも最初ちょっと出ないんだよね。何でもそう、 H の輪か、 H って読むんだよ、 H。 アンスタの H かでしか出てこない。バリア余ってるよ。でもなんかちょっとコラボ期間が終わった瞬間にさ、バリアまだいるなと思ってよかったよ。 H、 わあ、受験勉強頑張れ、ファイト。本当に受験勉強頑張ってね。もうね、受験勉強してた時はしてる、びっくりですよ。びっくらぼん。ありがとうね、ふみかちゃん。みんなローマは頑張ってくれたのに、ありがとう。これちょっと言っていいかな。あのさ、ちょっとふみかちゃんさ、なんか言いたいこと、なんかちょっと失礼になっちゃうかもしれないんだけど、ダメかな、ショールームみんながいるいいかな。あのさ、なんか作ってくれ、皆さんがさ、特別公演とかさ、あの「イコノイジョイ2022」とかが終わった後にすっごい感想文とかをメンションして、
皆さんがこう送ってくださるのを見てたの。時間かかった時にポーってで、そのハミカちゃんのを見て何だったか忘れちゃったけど、なんか多分ヘドバンって言いたいんだろうけど、なんかヘアバンってかなんかガラス割れガラス割れかな、うん、ガラス割れのヘアバンがみたいに書いてたような気がしてそれがこの前つまずきてさガラスを割れのヘアバンやばいね、ちょっと結構面白くて、うん、ちょっと落ち着くでも深夜夜とかに見ちゃってさ笑い止まんなくて、はい、っていうさ、ちょっと結構面白かったからそのままにしといてほしいところだよね。うん、でも今日ね人の前ですっごい失敗をしてしまったんですよ、恥ずかしかった、クレイさんありがとうありがとうクレイさん、そんなありがとう、多分嬉しい、暇割とタコまでつけてくれちゃってありがとうございます。お城のレベルが、1、2、3、4、5、すごい、もう持って帰っちゃうよこう、え、乗るしかなかったこのビッグウェーブに、そんなそんな、やだ内武さんありがとう、ありがとうね内武さん、そんにゃそんにゃ、なんてこったい、パンナコッタなんですけど、ビッグベーブいいんですか、ありがとう、で今日誕生日だ、今日誕生日だっけなんか今日誕生日なんて答え、バナ答え、あの内武さんこの前の話が楽しかったです、ありがとう、あれなんかちょっとなんて答え、パンの答えだよ、テラさんありがとう、いやあにゃ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 ありがとう、あのね、さっきの5時からのショールーム見に来れなくてビーンってなってたけど来てくれて嬉しいですよ、あにゃありがとうテラさん、嬉しい、いつもお話し会も来てくれてて嬉しいですよ、はい、そうですね、あの次回作にご期待ください、あの今いい感じ、今までいい感じだったのに、あのなんか今この変なテンションのせいでちょっとスマホもあの変なテンションに、あのなってしまって次回作はですね、感動ものにしていきたいと思います、今までのは何だったんだ、ウェーミクリンありがとう、すごい、なんてこったい、パンナコッタイしか言えないんだけど、ありがとうね、みんなそんな、今日だってルモバの最終日だったのに、ありがとうね、そろそろ寝ます、おやすみ、沼っちゃってくださいにゃー、でもね沼沼にはまると私は戻ってこれない系の人間ですので、沼に入るときはちょっと気をつけてお入りくださいね、うん、ローマ場で、うん
させた。なんかだって最終15億だっけ、15億ポイントだっけ。沼って何個あるの、何個あるんだろう、15億。なんで答え15億。でも私だって15億分のうちの200万しか埋められてないよ。お茶沼、お茶沼ねえ、一日で5億やばいね。沼が15億、はい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 。抜けても落ちる、確かに。なんかいた？なんかいた気がするけど、わかんない。ただこの系かも。35億。そう、擬音ばっか使っちゃう。お話会でさ、すっごい擬音使っちゃうんだけど、伝わっ、ごめんね、いつも。あにゃ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 とかさ、ごめんね。あ、キーノさん、ありがとう。タコ。タコ。でもね、沼にはまったら危険ですよね。ほんとに。確かに、擬音なのだろうか。擬音ってなんだろうね。あ、そう、さっきの人の前で失敗しちゃったっていうのは、ショールームに向けて早くお家に帰ろうと思って、こうテク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 って歩いてたら、なんかちょっと前に歩いていた方をですね、抜かそうとしましたら、なんかちょっと道路が内側にこう傾いていてですね、今日は滑りやすい靴を履いていたので、こうちょうど斜めのここのところに足を引っ掛けたら、ズルって行ってしまって、どでどでどでってなったところを見られてしまって、恥ずかしいですよ。もうね、本当にね、常になんか滑ってるから怖い、やばい、結構恥ずかしかった。でもなんか後ろとかこう振り返られないから、耳真っ赤にしながらもっと急いで道を歩いた。大丈夫だったんだけど、ちょっと恥ずかしかったね、結構。うん、しかも結構同じぐらいの年齢の子で、恥ずかしいなっちゃった。ギウさん、ありがとう。スノードームだ、スノードーム欲しい。そう、何気ない顔で立ち上がったよ。なんかしました、あたいみたいな。何それ、ハッシュタグももかわいいって何、ももかのハッシュタグかわいい、ね、ゆうかちゃんのもあるよね、 I love ゆうか。ちょっと私もツイートしたい、 I love ゆうかで。恥ずかしくて急いだ時に、もうそんなのしたらもうどうにかなっちゃう、消えちゃうよ。お水沼なんかちょっとじわじわくちゃうね。 I love ゆうか、 I love ゆうかって可愛くない？ I love、 え、あれってさ、何、 I love ゆうか、ゆうのお話するの、 I love ゆうかなのか、I love ゆうかでかけたの、どうなの。いなかったんだもん、そのショールーム。うん、呼んでよ誰か。今ゆうかちゃんハッシュタグ決めてるよってさ、呼んでよ。え、リコちゃんはリコファミでしょ、ゆうかは違くない、 I love ゆうか。何ファミ？え、何ファミなんだろう。リコファミ呼び出してほしい、なんかメンションとかで、今ゆうかちゃんなんかやってるよみたいな。あ、ゆうと
と優香なのね。 I love you と I love you か、はあ、なるほどね。へえ、なるほどね。すっごいですね。え、それは優香ちゃんが考えたの？どうなのどうなの、気になっちゃう、気になっちゃう。リコファミ、リコファミもでもね、なんかリコファミも結構覗いちゃうよ。リコファミ結構な頻度でリコファミ覗いちゃうなんで私が覗いてんのって、波に覗いちゃう。あ、ファンマンク、でもファンマンクか、誰が決め、あ、ゆうかちゃんが決めたのかな。でもファンマンクって一生ものだから、ちょっとなんか決めるの難しいでもお話し会前は覗くよ、皆さんのツイートをチラッとチラチラッと、だからちょっといろいろ情報がごちゃ混ぜになって間違えちゃってたらごめんなさいね、本当に申し訳ないですよ、ごめんね。あ、じゃあ暇たこはですね、あのオーディションの時のあれでですね、継続するかまよまよです。でも継続でもいいかな。でもちょっとメンバーカラーを入れたい気持ちもありきりなんですよね。ひまたこ、ひまわりとたこ白入ってないから。ねえ、かわいいよね。白の絵文字ってさ、かわいいよね。ハトもやだ。ハトだって怖いもん。ハトダメ。ハトノットハト。なん、何やって何やって、メッキさん、ありがとうメッキさん、ありがとうねメッキさん、なんだかお久しぶりだでもないか、ありがとう、何やってメッキさん、もうな、お城がん何レベルになったのかわからないぐらいですよ、ありがとう本当に。ハートよいしょ。白レベル25行きたかったけど無理だったな。ハート怖い。でも最近カラスもさ、ちょっと最近大量発生中で怖いんだよね。これ猫だよ。でもさ、白って可愛い文字いっぱいあるんだよね、ほんとに。夜行バス、あー、明日の、ありがとう、気をつけてね。夜行バス、夜行バスって乗ったことないけど、どうなんだろう、すごい怖い怖い。ハット、夜行バス乗ってみたいな。なんかちょっと京都に行きたくて。でも京都か、京都なら新幹線かな。そうだ、京都へ行こう。ジム2000のアイテムいるの、ダメだ。まだ夜行バスしたことない。新幹線ってすごいよね。なんか前に、今年だけど、前になんかママと熱海に行ったのね。で最初はなんかバスかなんかで行こうとしてたんだけど、やっぱ面倒くさくなっちゃって新幹線って行ったの。もうそしたら快適で快適で、あのびっくりしちゃった。もう着いたよって感動しちゃったよね。そう、新幹線すごっってなっちゃった。熱海おいしいのいっぱいだった。海鮮めっちゃおいしかった。リニア
もうてなてな感動で感動で怖い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 、なに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 、やめてよ風邪かんにゃ。にょーペンライトありがとう。え、もうそんな時間なの？え、ちょっと早いね今日。ホルターガイスト怖い怖い怖い。またいつかまたいつかやりますよ。え、でもね、やろうと思ってたんだけどね、なんかいつの間にか結構時が経っててですね、びっくりですよ私も。これ今年ラスト配信じゃないはずだけど、やろうとね、流れ星見たのすごかった。上見たら流れ星で近いってなったけど、あの願い事するの忘れちゃった。なあさんありがとう。ね、クリスマスってどっちがクリスマスなの？24日か25日か。え、あ、いや、ゆうかちゃんがツイートした。先日、あやめとみつきとセーラームミュージアムに行った時の写真です。キャー、いいね。24はイブ、25？ へぇー。25なんだ。なんかもうね、今までのクリスマス、ボギンちゃんと過ごしたか、バイトしてたか。だからさ、どっちがどっちとか全然わかんない。イブって何？イブって何なの？あれ、ユタンさん、あれ、ありがとうユタンさん、そんなそんな、なんてこったい、なんてこったい、ありがとうユタンさん。あのさ、この前ユタンさんと話し返した時にさ、なんか会話の途中でちょっと終わっちゃってたと思うんですけど、あの結局八重星田チャンネルはどなたが管理してらっしゃるのでしょうか。何のバイトをしてたの？飲食店だよ。キーヌさんありがとう。クマさん、皆さんは何されてるの？クリスマスは気になっちゃう。でも最近ちょっとやいぼしだチャンネル更新されなくないって思ったけど、私がショールームしないだけか。なるほど。ディナーすごい、ディナーすごい、花屋敷内緒です。キャー、わー、バイト、息を吸うよ。いやー、今日のやつ切り抜く、今日切り抜くとかあるかな。どうなんだろう。ぐえー、夜勤頑張ってね。今年はクキパできないんかな、どうだろうね。ありすぎるだろ。どこどこあったっけ、切り抜くとこなんてないと思うんだけど。たくさん寝ますよ。でも今日はちょっとポケモンくんをしたい。なんやって？静止。ありがとうストモンさん。ね、覚えたよ。ストモンさんは兵庫県で焼肉屋さんと掛け持ちしてるんだよね。そうだよね。そうだよね。合ってるよね。いつも間違えちゃってごめんね。あれ？沖縄？ごめんね。なんか覚え、あれ、ソンさ
沖縄で、焼肉屋さんなんだっけ。ちょっと待ってね。うん、赤くなっちゃった顔が。うん、あ、でも焼肉屋さんはちょっと合ってる、記憶力か。わあ、やばいんだよね最近。ダンスのレッスンの、ダンスのレッスンってかリハーサルしてくださる先生にも、ちょっと記憶力やばいんじゃないみたいな、いやごめんなさいって感じなんですよ。ごめんね。覚えた。沖縄出身のコンビニと焼肉屋さんでバイトをしてらっしゃって、そうだよね、合ってる合ってる合ってるよね。ジギーの記憶力欲しいよ。そうだよねそうだよね、合ってるよね。名前をノートに書く。ああなるほどね、電卓しか使えない。今年最後の配信じゃないはず。え、でもわかんない、最後かも、あれわかんないかも。計画性のない人間なので。なんかね、記憶力なんかね、大事なことは忘れちゃうの、なんかいらないことだけで一生覚えてるの。うん、去年のここはこれしたよねとかしか覚えてない。最後にいらんことエピソード、この前電話したボキンちゃんが、残り4分、あのボキンちゃんが、あのテルハシココミさんの、あ、サイキクソの災難っていうギャグアニメの、完璧美少女のテルハシココミさんの、キャラソングを、すごく完璧に歌えますのと、今朝 TikTok を見ていたら、なんかそう、なんか創作漫画みたいなのが出てきて、ちょっとそれをチラッと読んだら結構面白くてですね、その内容が、完璧美少女と平凡な男の子が完璧な美少女さんに恋をするお話でですね、学校の不良に、完璧美少女ちゃんのペットが盗まれるんですね。で、おやおや、どこからペット出てきたんだろうと思ってコメント欄を開きました。そしたら同じ、疑問を持ってらっしゃる方がいらっしゃって、コメントがついていたので読んだんですよ。そしたらですね、ちなみに粘土くん、サイキクソに出てくる粘土くんは、ハムスターを持ってきますって書いてて、まさかの粘土くん基準。そし世界の基盤が、あれあれあれみたいな。っていう面白いことがありました。それ見た。あれ結構キュンキュンした。ボキンちゃんは私にオフしなさいをすっごく完璧に歌えますよ。推しメンしてくれるんですか、こんなありがとう、なかれさんと。これからバイト頑張ってね、応援してるよ。どこでキュンキュンするの。確かに面白いんだって、その後がハムスター取られたあたりから面白いんだよ。また来年、また来年にならないと思うよ、またやるはずだよ多分ね。わっ、ちょっとタワー読んであげてくれた人読もうかなって思ったけど、ちょっと時間が、これだから計画性のない女は、挙手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 、挙手して挙手、やばい。サボカンさん、クレさん、ウィッキーさん、ユタンさん、あー早いよー、フミカさん、ミズヤンさん、クレさん、サムさん、また次の配信、フミカちゃん、ウチタケさん、あ、これだから計画性のない女はですよ。ちょっと待って、まだみんな呼んでないよね、ナノナノさん、壇上を呼べばいいのか、読まないから分かんないよいつも。フィズニャンさん、メッキさん、クレさん、ストームさん、サバカンさん、テラさん、ユタンさん、
ちたけさん、なのなちゃん、ふみかちゃん、きーのさん、あ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 、ちゃん、どこまで、あれ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 、ありがとう、ありがとうね、ちょっとや焦るよ。今何時？